SF 小説の世界的文学賞、ヒューゴー賞の選考で、政治的配慮疑惑。中国関係者がセンシティブな問題を含む作品の除外を要求か。中国公安省が2024年は偽情報を摘発する特別行動実施の1年と発表。背景に政府などに対する誹謗中傷の反乱。SF 小説を対象にした世界的な文学賞であるヒューゴー賞の選考会で中国に批判的な作品を候補作に推薦するのは望ましくないとの政治的な判断が働いた可能性が明らかになり、選考のあり方について論議を呼んでいる。2023年のヒューゴー賞の授賞式は中国四川省成都市で開催されており、その際、中国政府関係者が主催者側に対して、中国にとって政治的にセンシティブな問題を含む作品の最終選考者を除外するよう求めたことが分かった。米紙ニューヨークタイムズなどが報じた。ヒューゴー賞の最終ノミネート作品は、世界 SF 協会のメンバーによって選考される。主催者側と審査員らがやり取りした電子メールなどが今年1月に公開されており、選考の過程で中国に批判的な作品を除外するよう中国側から要請された事実が明らかになったという。具体的には、主催者の一人が中国のカウンターパートの意を受けて、中国、台湾、チベット、または中国で問題となる可能性のあるその他のトピックへの言及を含む、中国にとって政治的にセンシティブなコンテンツを考慮して最終候補者を選ぶよう審査員にアドバイスしたというものだ。1月に明らかにされた審査経過では、ヒューゴー賞の2023年のノミネート作品と投票データが公表されており、最終選考に選ばれるのに十分な票を獲得した複数の作家が除外されていたことが分かった。除外された作家の中には、中国系作家が2人おり、1人は中国系アメリカ人作家 R.F. クワン氏で、作品は19世紀半ばのオックスフォードを舞台にした歴史ファンタジー、バベル、あるいは暴力の必要性。もう1人は中国系カナダ人作家シーラン・ジェイ・ジャオ氏で、中国の女性権力者を題材にした SF 小説、アイアン・ウィドウを執筆した。2023年の同賞の受賞作の中には、中国人作家海洋氏の時空の絵師が入っているが、海氏はこの作品のモチーフになったのは、中国国営中央テレビ局の文化財をテーマにした番組だったとしており、世界的にも権威あるヒューゴー賞のあり方が問われている。ここでも文化に横やりか。習近平は歴史に学んでいないようだ。習近平は中華の偉大な復興を掲げている。ここでの中華は、かつて広大な領土を支配していた頃の中国をイメージしていると理解するのが一般的だが、その時代の中国は領土や経済だけではなく、文化的にも豊かな時代だった。だから周辺諸国は朝貢で使者を派遣し、その見返りとして中国の豊かな文化を持ち帰っていた。日本の奈良から江戸時代までのあらゆる芸術、書、絵画、工芸品などなどに中国の影響が大きく残っているのはその証拠。いわば文化で周辺諸国を緩く統治していたと言える。中国の各時代の皇帝も文化に通じていることが権威の一部で、庇護し、本人も書家や文人であるケースも多い。もっとも、のめり込みすぎて国を傾けた皇帝もいるが、習近平のように文化を軽視し、共産主義統治の道具としか考えていないようでは、中華の復興など絵に描いた餅。中国公安省が2024年は偽情報を摘発する特別行動実施の1年と発表。背景に政府などに対する誹謗中傷の反乱。中国の国家警察機関である中国公安省は、2024年はインターネットを中心とした偽情報を摘発する特別行動実施の1年とすると発表した。このところ、中国最高指導部や
社会問題に関する偽情報がネット上で氾濫しているためだ。公安省は取り締まりは今年1年間、中国全土のすべてのメディアを対象に行われ、全国に公安要員を派遣するなどと異例の対応を取ることを明らかにしている。中国共産党で情報、治安、司法、公安などの部門を主管する中央政法委員会の機関紙、法政日報が報じた。昨年12月、甘粛省でマグニチュード 6.2 の地震が発生した際、ネット上では政府の救援活動が遅れて1000人以上が死亡したなどとの情報が飛び交った。実際の死者数は約150人だったが、この偽情報を信じた人々が中国政府の怠慢などと批判するコメントをネットに上げるなど、政府に対する誹謗中傷が大きな混乱を招いた。公安省はこのような偽情報を流した上海市在住の男性をはじめ、偽情報を拡散した人々を逮捕した。また、昨年10月、李克強前首相が上海滞在中に病死したニュースが発表されると、海外から李総理は殺害されたなどの情報が拡散。公安当局は海外在住の民主化活動家ら不満分子による犯行と断定し、ICPO 国際刑事警察機構などを通じて偽情報を流した海外組織の摘発を進めているという。さらに経済分野でも、このところ大手不動産業、恒大集団の経営不振が大きな問題になる中、同社の倒産情報が流れたことがあった。恒大集団の株式は昨年8月、約1年半ぶりに香港株式市場で取引が再開されたが、北京のネットユーザーが倒産間際などとの偽情報を流したことで、一時株式市場が混乱した事件も起こっており、公安省では経済に関するデマ情報取り締まりにも力を入れる方針だ。このほか、少数民族に関する偽情報もここ数年多くなっている。チベット族の著名なインフルエンザーが、チベット族の小中学生は宗教儀式に出ることを禁止されているとの情報を流したとの容疑で警察に逮捕されており、中国当局はチベット族を中心とする少数民族問題にも敏感になっている。異様対応続く中国、処理水放出から半年、ウェイボでこの世界が小日本に破壊されてしまう、猛言が拡大、東南アジアに反路。東京電力福島第一原発処理水の海洋放出開始から24日で半年となった。日本産水産物の輸入停止措置を強行した中国、習近平政権は今も処理水を核汚染水呼ばわりするなど異様な対応を続ける。中国の非科学的な主張に伴う制裁で打撃を受けた日本産水産物の新たな販路として、日本政府は東南アジア市場の開拓を進めている。日本は国際社会の懸念に真剣に応え、責任あるやり方で核汚染水に対処すべきだ。中国外務省の毛寧副報道局長は23日の記者会見でこう述べ、処理水の海洋放出を批判した。政府の意向を反映したメディア報道の影響で、中国では妄言ともいえる主張が拡大している。中国の短文投稿サイト、ウェイボには今月、この世界が小日本に破壊されてしまうなど、事実からかけ離れたメッセージが相次いだ。福島第一原発が放出する放射性物質トリチウムの濃度は、世界保健機関、WHO の飲料水基準の7分の1に希釈。2023年度に放出する総量は中国の原発よりもはるかに少ない。日本政府は中国に水産物輸入停止措置の撤廃を求めているが、目立つ進展はなく、販路拡大に取り組む。坂本哲氏農水省は19日、東京都江東区の豊洲市場で、シンガポールなど東南アジア6カ国の在京大使ら関係者に素晴らしい日本の水産物の流通現場を見ていただき、日本産水産物の輸入拡大に向けて発信してほしいとアピールした。この他にも米国向けホタテの輸出が伸びて良い兆しもあるという。
農水省幹部。対抗措置を取ればいいと思う。まずは中国の農水産物と加工品の全数検査。 NHK の海外放送で中国の非科学的対応を徹底批判。さらに中国の原発からの汚染水と CO2 排出量に特地。大気汚染と公害について言及。人権侵害についても日本の国益にかなうよう毎日放送すべきだと思う。公共放送だと言っているのだから忖度することなく正確な情報発信をするべきだと思う。